じゃないですよ、全部謝りゃいいってもんじゃないの。い分かってる。お疲れ様です。社長なんどうしてそんな頭なの。お疲れ様です。お疲れ様です。まあ本日はちょっとあの隣にスナックのママがいるんですけど、よく僕が行くスナックですね。まあそこのママに協力してもらって、今日はちょっとあの社長をケチョンケチョンにちょっとギャフンと言わしたらかな、はい、外壁塗装してますっていう体で、はいはい、何あんたの会社ってめちゃくちゃやんけみたいな感じで社長にボロカス言ったら、多分すいませんすいませんすいませんしゃーみたいな感じになると思うんで、はい、まあちょっとその映画をちょっと撮りたいなと思いまして、はい、まあ本日はね、ちょっと社長会社にいるんで、はい、まあリュウジ君運転のもの、まあ、ママを迎えに行きまして、まあ僕今日休みなんですけどね。ちょっとあの社長の方に、まあ、いきなりちょっと連絡しちゃってほしいんですよ。08026、はい、あ、もしもし、そちらの会社でちょっとやってもらったことでさ、ちょっと話があるから、そちらに今から向かってるんで行きます。あ、どういうことですか。こちらが外壁塗装されたってことですか。そう。あ、ちょっと話があるからちょっと行きますわ。いい？どちらさんですか。どちらさんでもいいから行くから今から。あ、じゃあ僕の番号わかりましたか。そんなことをいちいち説明する必要ないでしょう。何か用事があるから行くの、そっちに。分かってもらえる？だから今から行くから。分かった？頼むよ。最後で、あのー、すいません、あのーみたいなめちゃくちゃテンパ取ったんですね。初めてかもしれないです、僕そんだけ社長がテンパってるの見たら。はい、本当にいつもそんなんじゃないですよ。僕らちょっとなんか偉そうなんですよ、普通に。うん、やってけって。まあちょっと今からちょっと会社に向かって、あの社長にギャフンと言わしていきたいんで、お願いしてもいいですか。いいですか。こんなことをいちいち説明する必要ないでしょう。何か用事があるから行くの、そっちに。いや、そこはもうギャフンと。では会社に着きましたね。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。社長に、いつもちょっと調子に乗ってる社長に。僕ら結構バシバシされるんで。視聴者結構望んでるんですよ。あ、そうなんですか。社長がいじめられるのをぜひ、あのバチバチにちょっといたってください。できないよね、できないよね。お願いします。あ、社長いますか。はい。どうされました。え、中野と申しますけど。あ、中野様ですか。はい、うちのやってもらった物件のやつで、はい、ちょっとどうしてもさ、納得できないこといっぱいあって、はい、社員のことでさ、はい、だいぶ頭にきてんだよね。はい。なんで僕の番号って分かりました。え、なんで僕の番号。会社の社長でしょう。はい。そんなのどうでもいいじゃん。私のクレーム聞いてよ、まず。はい、申し訳ないです。あのさ、はい、挨拶はしない。はい。でさ、なんか仕事は適当。はい。なんかさ、ダメだね。あ、申し訳ないです。でさ、まずさ、人と喋ってる時さ、何でマスクしてるの。はい、いや、コロナもありますんで、ちょっとあれだと思ったんですけど。取ってよ。取った方がいいですか。私もしてないんだから。あ、申し訳ないです。取っていいですか。取ってよ。一応コロナの対策にやって。何言ってるか聞こえないんだけど。あ、申し訳ない、すいません。あ、すいません。現場で何かあったんですか。現場の子がさ、態度悪くてさ、はい、はい、挨拶もしんし。あ、はい。職人がですか。そう。いや、職人、あ、だ、職人誰が入ってました。知らない。もしよかったら、ちょっと調べさせてもらってもいいですか。お名前もう一度聞いてもよろしいですか。いえ、そんなことどうでもいいって。はい。ただもう気に入らなかったし、頭に来てるからそうやって来てるだけ。ああ。それないとわざわざここまで来ないでしょ。そうですね。あ、ご自宅の住所って、どこになりますか。東区。東区ですか。担当の営業マンって。知らない。ちょっともしよかったら今からちょっと僕すぐ調べますんで。いいいい、そんなこと調べなくてもいいから。
調べる必要ないし。はい。逃げとるっす、逃げとるっす。全然大丈夫。具体的には何があったんですか？挨拶しない。はい。態度悪い。職人ですか？そう。いや、まあ、はい。塗装の職人ですか？足場の職人ですか？塗装と足場って何？分かんない、そんなの。そのあんたが使ってんだからさ、私が分かるわけないじゃん、そんなの。そうですね、申し訳ないです。プロじゃないんだから。そうですね、すいません。大体さ、はい、なんでさ、みんなさ、はい、普通にさ、挨拶は来ない。はい。ね。もうとにかくさ、ぶっさいくらしさ、超ムカつくんだよね。あ、職人がですか？そう。いや、ブサイクっていうのは顔がですか？全部。挨拶とかなかったですか？挨拶ないね。一回だけあった。あ、工事、毎日朝挨拶はすると思うんですけど。してない。え？あ、塗装の職人ですか？あ？塗装の職人ですか？塗装かなんか分からんって、そんなの。そんなの分かったらさ、私がさ、いちいち言うわけないでしょ、こんなに。わざわざここまで来る必要ないじゃん。すいません、申し訳ないです。すいません。今日は、どういった要件っていうか。だから、仕事の内容がすごい頭にきてたし、はい、塗装で納得できないから来たの。ああ、そうじゃないと言えないでしょ。そうですね。うん、具体的には。だから、気に入らないから。はい。その仕事の内容が気に入らないんじゃない？もう私にそのやってもらったことに気に入らないわけ。はい。まだ今って工事やってる段階ですか？今現在。終わったよ。終わったから来たんだ。終わって納得できないから来た。ちょっと今からすぐ調べます。調べれって言って。いちいち逃げなくていいから。いや、逃げるとかじゃなくて、なんかまあ一応僕も現場ちょっと把握したいな。しなくていい。あ、申し訳ないです。だってしてるからしてもらってんでしょ、仕事。そうですね。でしょ？はい。だって社長なんでしょ？あ、そうですね。はい。社長なのになんでそれ分からんの？おかしいじゃん。いや、一応現場はできるだけ把握はしとるんですけど。え、なんで来てないよ。来た？東区の現場ですか？そう。もう工事は終わってるでしょ。終わったって言ったじゃん。あ、そうですね、申し訳ないです。何回も同じこと言わさないでよ。すいません、申し訳ないです。僕らにも謝ってほしいですね。ああいう風に普段。ちょっと今からすぐ本当にだからしなくていいって。いや、確認すればちょっと確認しなくてもいいって言ってるでしょ。大体何その態度。さっきからデブだし腹出てるし。従業員もそうなら社長もそうなのね。おかしいじゃん。太った職人でした。太ってないよ。申し訳ない、すいません。ちょっと今から本当に僕だからいいって。同じことばっか言わないの、さっきから。なんでそんなさっきから同じことばっか言ってるの。おかしいでしょ。ちょっとなかなか現場が把握できない。だいたいさ、あんた頭ハゲてるしさ、おかしいじゃん。すいません。めちゃくちゃ怒られてる、嬉しい。だいたいさ、はい、来てさ、お茶もない。なんで今からすぐ行きます。いや、いいって。もいちいちめんどくさいから。あ、すいません、申し訳ないです。物見たくないし。はい、すいません。腹立つし。すいません、申し訳ないです。大体さ、なんでマスクそこに置いてんの？あ、すいません、本当に申し訳ないです。ちょっと今から、現場だけすぐ調べます。置いてある場所がさ、今日にムカつくんだけどさ。まあまあ理不尽ですからね。申し訳ないです、すいません。大体来たらさ、黙ってさ、そのまま誰か持ってくるのが普通でしょ。そうですね。どうしてそういうことができてない？そういうことができてないからこうなるんだよ。わかってる？申し訳ないです。そうじゃないと、いちいちね、私も切れないの。そうですね。すみません、ちょっと今からいつも切れないの。だからいいって、はい、さっきから言ってるじゃん、同じこと。なんで同じことし逃げようとするの？いや、逃げようとしないんですけど、うん、僕も具体的にはその、まあ、具体的には、ね、気に入らなかったって言ってるの、はい、だから頭に来てたから来てるの。はい、うちの職人がちょっとまあ悪かったところですね。悪いよ。ということは僕らはまあ実際にまあどうしてたらいいのかなと思いまして。ちょっとビビってますね。ちょっとビビってます。え、どうしたらいい？そんなの分かるでしょ、自分で。考えてみて。はい。どうすればいい？申し訳ないです。分かるでしょ。ムカついてるから言ってんだよ。はい。気に入らないし、ヤンキーみたいだし。ああ。どういうふうにして拾ってきてんの？いや、求人とかいろんな。何？求人とかですね。で、何？どうやって教えてんの？教えてないんでしょ？いや、そんなことです。適当にピーピーピーってやらして、それを教えてんでしょ？いや、もう仕事もですか？仕事はきちっと結構、職人は。教育に来ていると思うんですけども。あ、そうなの？もう全然気に入らないしさ、だから来たんだけどさ。仕事のことでも。そうそう、だから来たんでしょ。態度以外にも。いやいや、もうお兄ちゃんも気に入らなかったし。あ、現場の職人も。そう。すいません。だから来たの。はい。でさ、なんでさ、はい、冷静に入れるの？いや、なんです、本当に申し訳ないです、すいません。電話した時さ、言ったらさ、わかるじゃん。準備しといてよ。謝れば済むと思ってる人。謝れば済むと思ってる人。いや、絶対そう思ってるでしょ。いや、そうなんです、すいません。全然そうだよ。おかしいじゃん。全く同じ。すいません、申し訳ないです。
のさ、大体さ、はいはい、社員が悪いしさ、はい、あなたがそういう風だからだよ。はい、あ、僕の態度も悪いですか。いや、スタイルも悪い、はい、腹出てるし、毎日飲み歩いてんじゃないの。それはないです。遊んで食ってばっかりいて、くっちゃにくっちゃにして、しないです。仕事しないんでしょ全然。いや、そんなことです。いつもあそこに座ってんじゃないの。いや、そんなことです。社員ばっか働かして。いや、そうじゃないです、申し訳ないです。そうじゃないの。いや、申し訳ないです、本当に。なんでそれ謝ってばっかすんと思ってんじゃないの。申し訳ないです。ね、大体さ、そのさ、はい、なんでそのずっとこれしか言えないの。他に何かないの。いや、そんなことです。なんでちょっと現場だけ確認させていただければ、いろいろ。いや、現場なんかいらないって言ってるじゃん、さっきから。すいません、分かってるでしょ。はい、さっきから同じこと言ってるじゃん。謝りゃいいってもんじゃないの。いや、そんなことです。分かってる。いや、謝って済むんだったらさ、みんなできるって。仕事もいっぱいもらえるわ、はい、すいません、申し訳ないです。頭のハゲたところも気に入らないしさ、はい、でどうしてそんな風なの。おかしいじゃん、もうちょっとね、顔整形しろ。すいません、申し訳ないです。ふざけんな、ムカつくわ。はい、ちょっとできるだけ僕も、え、具体的に、具体的に、申し訳ないです。だから具体的にって必要ないって言ってるじゃん。はい、でお金の保険だけどさ、はい、どうすればいい。あ、お金というのは具体的には支払い。支払いというのは、うん、支払いまだ払ってないんだけど。お金、あ、そういうことですか。まあ、別に工事してないですからね。それを社長がひたすら謝ってます。納得できないから、はい、普通の人は払いたくないよね。はい、そうだよね。そうですね。ちょっと一度、じゃあちょっと払う必要がないんでしょ。今からすぐ調べさせて。いや、調べなくていいって。さっきから同じこと言わせないの。一応でもお金って言われてもちょっと調べないと回答もできないもんですから。いやいや、いい、そんなこといいから。だからどうすればいいのっていう話をしてるの。あ、お金もですか。そう、ちょっと僕もちょっと資料見てですね。なんでできるわけないじゃん、今すぐパッパッパって。時間短いんだから。もう時間ないんだよ私、早く帰りたいわけ。はい、ちょっとすぐ調べます。いや、いいって。だから同じことばっかり言わないの。申し訳ないです。ちょっと1分で。社長だよね。はい、そうです、申し訳ないです。社長だよ、どうしてそんな頭なの。申し訳ないです、本当に。お金のことだけどさ、はい、ね、払いたくないんだよね、本当はね。はい、まあ、払う気ないんだけど。はい、申し訳ないです。大体さ、会社でさ、YouTube やってるって言ったけどさ、はい、遊んでんのそれで。いや、そうなんです。それだけでやってんの。いや、そうなんです。どっちか一つにしなさいよ。いや、一応まあ仕事だけやればいいじゃん。はい、そうじゃないの。そうですね。一応 YouTube もまあ仕事が関連してるもんですから、やってるんですよ。そんなの関係ないって。はい、大体さ、その頭何、おかしいじゃん。あ、坊主ですか。坊主だから。申し訳ないです。なんでもうちょっとまともにしないの。一応ちょっと大体気に入らないの、分かっとる。はい、申し訳ないです。申し訳ないって、謝ってばっかじゃいかんって言ってるじゃん。はい、申し訳ないです。大体 YouTube なんか何しにやってんの。そんな頭でやったところでできるの。ちょっといい、遊んでるの。いや、そんなことです。いつもみたいに冗談言ってますね、自分で。いや、違うんですよ、つって。世の中交代して僕が前進しすぎたんですよ。いつもの決まりジョーク。本当に申し訳ないです。やめればいいじゃん、そんな。YouTube でパカ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 やったりさ、ハゲ出したりとかさ。楽しい？いや、全然楽しくないんだけど、私。はい、バカじゃないのと思って。はい。すいません。僕、そろそろちょっと、YouTube で YouTube で。じゃあ、待ってください。また合図してよ。合図するんで、来てください。ちゃんと。全然面白くなかった。下なんで？下がります。で、いつも座ってばっかで仕事。こっちの仕事一生懸命やればいいじゃん。いや、なんでやれんの。一応コロナもありまして、一応会社におることも増えたんですから。は？申し訳ないです、すいません。コロナってな、コロナが始まったら何、仕事しなくていいの。 YouTube だけ。あ、なんでこんなハゲてばっかりいるのに。こんにちは。あ、こんにちは。はい、お願いします。今の人呼んで。まあ、職人なんで。うん、いいから呼んで。呼んでほしいの。いや、呼んでって言ってるの。ちょっと手がいい。はい。現場で見られましたか。おはようございます。いや、あ、じゃあ、あ、すいません。はい、だから早く座って、そのマスクどけて。すいません、申し訳ないです。失礼します。これでありがとうございます。あ、いいですね、大丈夫です。お久しぶりです。足も入った。はい、なんでさ、はい、こんなかっこいい子いるのにさ、なんでブサイクな。おかしいやん。申し訳ないです。なんでそんなデブで腹が出てんの。いい子ですね。ありがとうございます。これでありがとう。あ、いい、全然。ジュースもありがとうございます。美味しくいただきました。現場だった。はい、そうです。あ、現場、はい。足場の職人は結構ピシッとしましたか。誰？足場の職人。知らない。
今日どうされたんですか。今日、はい、あのいじりに来た。あ、いじり、いじりに来たんですか。ありがとうございます。もう楽しいから、いじりに。ですから謝ってばっかなんだ。あ、マジおかしいやろ。それはちょっとダメです。すいません、面白いです。大好きさんできますか。いじってばっか、謝ってばっか。本当おかしいやろ。それダメですね。やっぱりちょっと謝ってばっかりは。社長なの。一応、そうですね、社長。具体的に職員が腹立つ。その職員だな。これで足場で行きません。違う、気に入らないの。はい、ムカつくの。お疲れです。お疲れです。なんでカメラですね。カメラ、YouTube です。 YouTube です。っていうこと、はい、YouTube っていうこと。えどうですか。いじりがありました。いじりがありました。ありました。あ、もう全然ありました。どういうこと。こんな感じです。な、中野さんです。お客さんはじゃないんですか。え、お客様じゃないんですか。違います、すいません。中野さんです。スナックのママの中野さんです。スナックのママってどういうこと。はい、はドッキリ、ドッキリですか。あ、そうです、ドッキリです。ちょっと俺まだ手が震えてんだけど。このなんかこの状態が手にめっちゃ汗かいてんだけど。めちゃくちゃうまかったです。めちゃくちゃうまかったですよ。え、知り合い？お客、スナックのママ。スナックのママです。お前が頼んだ。はい。ちょっと痛い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 。どういうことやお前。いや、スナックのママに、うん、あのお客さんのふりして社長をいじめてくださいっていう。お前こんなコロナの時に何やっとんだよお前。いや、だってコロナだからこそですよ、事務所で。僕しかも休みなんで、はい、休みなんで来たですからね。これのために僕一応 YouTube の方で出勤あのもらってます。すいません。なんなんだこれ。あれだろ、ボクシングの司会者いたやつだろ。そう、ボクシングの司会者。めちゃめちゃ怖かったもんな。どこでやっとんすか店。あ、すいません、錦です。錦錦じゃない。錦ってお前スカウトしてきたんだもんね。錦でやってますんで。錦のキングスコートです。キングスコート、キングスコート、はい、錦のキングスコート、はい。錦で定休日とかは。え、日曜日と祝日です。日曜日と祝日ですね。まぁ、あ、ちょっとじゃあ僕このクレーム言っていいですか。はい。はい、この辺がやって言って文句言っていいですか。だって違うクレームになるんですよね。怖いなぁ。介護たくさんいますんで。介護おんの。はい、お前よく行くの。はい、違うとこ行きます。僕、何回か行ってことあります。あ、ほんと。はい、また見てね。チャンネル登録してよ。お願いします。お願いします。